人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか修行の成果が分かる日は近いようだな。はトランクスの警告から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。ごはんちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。いいよ、ありがとう。すまねえ父、じゃ行ってくる。いや、気のせいか。孫悟空、どうだ。正直言って今度の敵、勝てると思うか。見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答える。おい、ご飯、張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力なくなんねえようにしろよ。こりゃすげえ木の塊だ。今回の件、自信がないわけじゃないが、どうも嫌な予感が頭から離れん。頼むから、おめえはヤバくなっても無理すんなよ。おめえが死んだらドラゴンボールもなくなっちまうんだから。こりゃすげえ木の塊だ。ヘヘヘ、いいもん手に入ったな。ヘヘヘ、いいもん手に入ったな。ここに人造人間が現れんのか。未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。
ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。なに町中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ、まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。なんだと。どこだ、どこにいる。気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。ちょっと。気を感じられねえっちゅんは思ったより厄介だな。オラが目的ならとっとと出てきやがれ。いいもん手に入ったな。他のみんな見つけられたんか。すんげーうまそうなもん見っけ。人造人間が襲うのが分かってたのに止められなかった。どいつだ、どこにいる。ヤムチャ、いたか？いや、本当にいるのかよ、人造人間なんて。わかんねえ。だけど、今探すしかねえ。ダメだ悟空、怪しい奴は見なかった。そうか、
たらすぐにみんなに知らせてくれ。怪しいやつを見つけたらすぐに知らせるからな。天津飯。そうか、こっちはまだ見つからない。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。人造人間か、苦戦しそうな相手だな。木が見せてくんのがわかんな。どうだピッコロ、見つからんな。全く気配が読めん。気ぃつけてくれよピッコロ。大きな毛が乱れ減っていく。これはヤムチャか。ヤムチャ。クリリ、ヤムチャまだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ、なぜ我々が人造人間だとわかったのだ。それにここに現れることもわかっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう、好きな死に場所を選べ孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。なんでオラたちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはないが。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。ヤムチャ、大丈夫だよな。ああ、奴ならそう簡単にくたばらんさ。気を感じねえから強さもわかんねえ。
君が悪い奴らだ。気を感じられんのは誤算だったな。なんだ、体の調子が変だ。どうかしたのか、ソン。いや、なんでもねえ。いい加減にしろ、ソン悟空。どこまで行く気だ。この場所にしろ、貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。さあ、戦う前に教えろ。なぜオラたちのこと知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んでこの世にはもういない。なるほど。だがナメック星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう、だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？
冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい、どうしちまったんだ俺の体。いやは、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した。そしてある時俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人になるとはな。すごい気だ。ベジータさんがスーパーサイヤ人に。穏やかな心を持っていないとスーパーサイヤ人になれないんじゃなかったのか。穏やかで純粋だったさ。ただし純粋な悪だがな。
スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。やはりそんな程度だろうな。貴様ら痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。どうした、貴様らガラクタ人形の計算が狂ったか。エネルギーはもらったぞ。ガリックホー、エネルギーはもらったぞ。恐怖を感じるのか、人形野郎でも。くらえ！こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ！随分とエネルギーを使ってしまった。俺を倒すなら今がチャンスだぞ。かかってこいよ。貴様がいくら想像以上に強くても、その程度では人造人間には絶対に勝てんぞ。チッ、逃がさんぞ。俺も行くぞ。人造人間の最後だけでも確認したい。俺も行く。僕も。わかった。だが戦おうとはするな。お前たちの手に負える相手ではない。奴は岩場に姿を隠しているはずだ。見つけたら知らせろ。いいな。さらなる脅威、未知の人造人間たち。あの人造人間、思ったより頭が回るようだ。ゴハンたちからは見つけたという連絡もない。念のために直接聞いてみるか。気を感じることができんのは厄介だな。
どうだ天津飯。いや、俺の目でもまだ探し出せん。もうこの辺りにはいないのか。ザコがいるようだな。まだこの岩場から出た形跡はない。どこかに身を潜めている。いつでもいいぜ、かかってこい。その程度だったか。ザコがいるようだな。ベジータ、奴はどうした。あの野郎、思ったより素早い。俺の邪魔をするなよ。おお、なんというパワーだ。ご飯、奴はいたか。ごめんなさい、この辺りでは見てません。そうか。お父さん大丈夫かな。
雑魚がいるようだな。いたか、クリリン。ダメだ、岩場にうまく隠れてやがる。くそ、もう逃げてしまったかもしれんな。これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ご飯来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、 あっちだ。このまま死んでしまえ。なぜだ、あいつに見つかるわけは。くっ、助かったぞ、ご飯。クリリさん、ピッコロさんに先祖。貴様程度ならどうにでもなる。エネルギーをいただくぞ。これがピッコロのパワーだと。片付けてくれ。魔界コーナップ。エネルギーはもらったぞ。やはり計算の通りのようだな。俺を見くびる。一人で私と戦おうとしたことを後悔するがいい。泣いてろ。片付けてくる。魔界コーナップ。
戦いで一気にエネルギーを増幅させるんだ。貴様がさっき奪ったエネルギーは知れたものだ。魔界道殺法見ろ、ここが片付けてくれ。俺の知ってる人造人間とは違う。どういうことだ。みんな一体何と戦ってるんだ。己ピッコロまでもがここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない！17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ！何？ありがとう君。トランクス。トランクス。トランクスだと。俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか。お前あの時の。わざわざ来てくれたのか。はい、あなたたちの応援をしようと思って。しかし奴は一体。ち、あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。クソ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ここに来る途中、破壊されていた人造人間を見たのですが、あなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とは違っているようです。だったらあいつは何だ。大した問題じゃないんじゃないか。歴史がちょっと変わってるとか。ねえ、さっきの変なジジイが人造人間だったの？え、そうですよ。あれは多分ドクターゲロ本人よ。科学者の本で写真見たことあるもの。多分
生き続けたくて自分まで改造したんだと思うわ。そんな、前に俺が過去に来てしまったことで歴史そのものがずれてしまったのか。やつが17号と18号と言っていたな。そいつらがお前の言う二人の人造人間だろう。教えろ、そいつらの特徴。はい。17号は長い黒髪の少年です。首にスカーフを。18号は可愛い女の子タイプ。服装は俺みたいな感じです。お、女の子タイプかよ。ブルマ、ドクターゲロの研究所の場所がわかるか。奴は必ずそこに戻るはずだ。確か北の方の山じゃなかったかしら。洞窟を改造した研究所って噂があったはずよ。それにしてもレッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわ。なるほど、ドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目覚めさせる前に破壊してしまおうというわけだな。俺はそんな臆病なことはせん。真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだ。いけません。研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきです。もしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきです。カカロットを待つ必要はない。この俺もスーパーサイヤ人になったんだ。同じスーパーサイヤ人ならあんな奴より王子の俺の方が数段強いに決まっている。邪魔はさせんぞ。確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら人造人間たちを片付けられるかもしれん。俺もスーパーサイヤ人になれるんですよ。だが奴らにはかなわなかった。俺も行きます。嫌な奴だが二度とお父さんを死なせやしない。お父さん？お父さんって言ったの？どういうことかしら。もう黙っていても意味はない。教えてやる。あいつの名はトランクス。父はベジータ。母はお前だ。つまりあいつはお前が抱いているその赤ん坊の成長した姿だ。へえ、そうだったの。やっとわかったぞ。あいつもスーパーサイヤ人になれたわけが。どうやら人造人間は動き出す前に破壊した方が良さそうだ。お前たちも俺と一緒にドクターゲルの研究所を探してくれ。うん、そうだな。はい、ブルマさん、お父さんにこのことを知らせておいてください。もし早く病気が治ったら来てほしいって。いいけど、どうやって知らせるわけ。壊れちゃったのよ飛行機。ご飯、お前が連れてってやれ。人造人間の方を破壊するだけなら俺たちだけで十分だ。はい、では気をつけて。よし、行くぞ。必ずベジータより先に見つけるんだ。おう。急げ、人造人間が動き出す前に研究所を見つけるんだ。
17号と18号が動き出したとしたらベジータで勝てると思うか。さあな、今は奴らが動き出す前に破壊できるよう祈るしかあるまい。人が少ない北の山中に研究所を作るとは、ドクターゲロというのはよほど人が嫌いのようだな。あまり評判のいい科学者ではなかったそうだな。わからん話ではない。17号と18号か。もうベジータが先に見つけていないだろうな。レッドリボン軍に協力してたくらいだから、あまりいいやつじゃなかったんだろうな、ドクターゲロは。北の方はさすがに寒いよな。上着が欲しいぜ。我慢しろ、俺だって寒いんだ。不便だな、地球人は。ザコがいるようだな。ザコがいるようだな。ゾンガイ楽しめたな。ザコがいるようだな。よし、やってやるぞ。魔漢考察法。チェイッ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 チェイチェイ
なんとか勝てたって感じか。ザコがいるようだな。おお、なんというパワーだ。これは凄まじい木の塊だ。まだか。研究所がある場所というのは。もうすぐそこだ。木の塊だ。これは凄まじい木の塊だ。思わぬいいものが手に入ったな。すぐに片付けてやる。魔漢光殺法チェイコトゴチェイク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 魔漢光殺法チェイク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 してくるんだな。あそこだ。おい。なんなんだ。
ザコがいるようだな。思わぬいいものが手に入ったな。これは相当にいいものだぞ。これは凄まじい木の塊だ。その程度だったか。
湖の中に案内岩があるとはな。化け物もこんなところには来ていないと思うが。こんにちは。いろいろあるよ。毎度いらっしゃいませ。ありがとうございます。こんにちは。それでは。こんにちは。